あなたの補助金助成金の申請が通らない5つの理由。その事業計画書、補助金の審査で落とされるよ。補助金バブルと言われる昨今、すでに制度を利用している企業は8割超え。でも全体的な採択率は決して高くない。2021年の平均採択率 60% と比べると、直近では 50% 台まで落ちてる。今回は助成金補助金の申請が通らない5つの理由を徹底解説。1、会社が何をやりたいか明確になっていない。助成金は支給目的の達成に協力してくれる事業所に支給される。なのでそもそも会社の目的と補助金の目的が合っていないと NG。自分に合った補助金を選ぶことが重要。2、賃金台帳の労働者名簿。出勤簿、就業規則等が整っていない。申請する際にこれらの提出を求められることが多い。就業規則、雇用契約書の記載で審査が通らないこともあるので要注意。3、社会保険に加入していない。労働保険料の滞納がある。社会保険加入は会社の義務。必ず加入すること。加入してても2年にわたる保険料の滞納は絶対に NG。違法行為のある事業所に給付される補助金はない。4、会社都合で従業員の解雇をしている。厚労省が扱う助成金は雇用推進を目的としているものがほとんど。解雇が多い事業所は審査が厳しくなる場合が多い。5、事前に必要な事業計画書を提出していない。助成金の中には事業計画書の提出が必須のものがある。事業再構築補助金などもその代表。こういう場合、期限内に目標を達成できるかが問われるので、抜け目のない事業計画書の作成がマストとなる。実際、自分に合った補助金を選んでない方や、計画書の作成に手間取っている方は多い。補助金オタクでは豊富な実績をもとに、事業者ごとに最適な補助金を提案。さらに、申請のポイントの押さえ方や、計画書の作成も手厚くサポートしてる。気になった方は気軽に補助金をお宅に問い合わせてね。